レアルビチェンツァ・ビラッチョ・デル・ソーレは、イタリアのビチェンツァをホームタウンとするサッカークラブ。2015年夏にプロサッカーチームとしての活動を停止し、ユースチームのみが活動している。2010年、リオドリ・ソールとキャバゼールであるビチェンツァ・ラゲットが合併して、レアルビチェンツァ VS が創設された。リオドリ・ソールは練習場、キャバゼールはエッチェレンツァのライセンスである ビチェンサラゲットはクラブ名を提供した。クラブカラーは白と赤を採用した。同年9月19日、クラブ最初の公式戦であるエッチェルレンツァベネットのアーバノカルチョ戦が行われ、3から2で勝利した。2010から11シーズンは3位の好成績を残した。2011から12シーズンは2位に入り、セリエディ昇格を決めた。また、 コッパイタリアディレッタンティベネトで優勝した。2012から13シーズンはセリエディジローネシーで5位になり、プレーオフに進出したが、1回戦でポルデノーネカルチョに勝利した後、2回戦でビルトスベコンプベローナに敗れた。しかし、敗者復活戦の結果、レガプロセコンダに昇格した。2013から14シーズンには、レガプロ昇格を果たした。2015年夏、 クラブは2015から16シーズンのライセンスを申請せず、プロサッカークラブとしての活動を停止した。ありがとうございます。